おしゃべり本棚この時間は福岡の RKB 毎日放送のアナウンサーによる朗読をお送りします。菊地監索ある恋の話 最終回その当座というものは私はよく動作を間違えたりセリフが誤ったり気の短い座頭からよく「まぬけめ気をつけろ!」と言ったような激しい言葉を浴びせかけられたりしましたが私は急に魂を奪われた人間のようにもぬけの殻の肉体だけが 舞台の上で操り人形のように周囲の人たちの動くのにつられてぼんやり動いていたのにすぎませんでした。世間からは男地獄のように思われている俳優の一人である私は今までも随分恋もし女も知っているのではありますが私の心の底までも動かして強い一生懸命の恋をしたのは これが初めてでございます。しかも私はその懸命必死な恋に敗れたわけでありますからその当座はかように落胆失望いたしたのも無理はございませんところがいかがでございましょうあなたのことをだんだん思い切りあなたが私を思ってくださると思ったのは 私のとんでもない心得違いだったとようやく諦めかけていた時でした。私はふと「さようでございます。あれは確か私が八見伝の篠で舞台へ出た時であります。見物席の方を眺めますといつもとは違って平戸間の見物席の辺りが神々しく輝いているように思ったのであります。 これは私が大行に申すのではありません。実際に私はそう感じたのであります。ああ、あのご婦人が来てくださったなと、私はすぐ感づいてしまいました。私は犬飼い原八と立ち回りをしながら、暇を盗んで見物席の、いつもあなたが座っていた辺りを見ますと、私の感じは、 私を欺いてはおりませんでした。小石のようにごたごた打ち並んだ客の中に、夜行の玉のようにあなたのお顔が当たりをあっしてとも申しましょうか、しらじらと神々しく輝いていたではありませんか。しかもあの二つのお瞳が、美しい。 私の身にとっては懐かしさこの上もない光を放って、犬塚志のになった私の体を突き通すほどに鋭く見つめておられるではありませんか。それは明らかに恋の瞳です。恋に夢中になっている女の瞳です。私はあなたから手ひどく拒絶せられたのを忘れて、 やっぱりあなたは私を思っていてくださるのだと考えずにはいられませんでしたがあの日私がまたまたぶしつけを申してあなた様から手ひどく拒絶されたことは申し上げますまいがその後もあなた様は毎日のようにお見えになりますので あなたが私を思ってくださることには変わりはないのだと私はほっと安ドの胸をなでずにはいられませんでした。時期を待たねばならぬ。あなたが自然に私にお心を打ち明けてくださるまで静かに待っているよりほかはないと私は覚悟を決めて。 それ以来はただ舞台の上だけからじっとあなたを見つめていたのです。その時からもう一年半になります。その間あなたの私を見つめてくださるお瞳はだんだん輝いてくるばかりで今にも今にもあなたのお心の内の思いは張り裂けるだろうと私は考えずにはいられませんでしたのに。 あなたはご熱心に舞台の上の私を見つめてくださるだけで、一寸も一部も私に近づこうとはなさらないのであります。私はこの頃では、あなたのお瞳の謎に苦しめられない日はなくなりました。それは恋の瞳ではないのか。ただ、上辺だけで私の心を悩まし焼き尽くしても、 その底には少しも温かみも慈悲もない偽りの惑わしの瞳であったのかと私は思い迷うようになりました。私はこの頃ではあなたに見つめられることがだんだん苦しくなりました。あなたのお瞳の謎が私の心にも身にも 耐えられないほど重々しししくくひしひしとかかってくるのです。私は一日もこの重さに耐えられなくなりましたところが今度思いがけなく一座が京の方へ登ることになりましただんだん出発の日が近づいてくるのであります私は江戸に深い執着も持っていませんが ただあなたのお瞳の謎をあなたの本当のお心持ちを解かないで江戸を去るのがいかにも心残りであります。今まで私の舞台をあれほど見物してくださったお情けにただ一度でもよいから会ってくださいまし。そしてあなたのお口からあなたの本当のお心を話してくださいまし。 私はあなたのお口からお前を愛していたという言葉だけを聞けば私はそのお言葉を何よりの選別として江戸を去るつもりであります。またあなたのお口からお前を愛してはいなかったというお言葉を聞いても私はやっぱり何よりの選別として 江戸を去りたいと思うのです。「どうか私の一生の願いを聞いてやるとおぼしめしてただ一度でよろしゅうございますからお目にかかることはできませんでしょうか」。まあこういったような意味がそれはそれは長たらしい文句で書いてあったのです。それで、 おばあさまもとうとうお会いになったわけですね」。と私が聞きますと祖母はうっとりと昔を思い出したような目つきをしながら会ったことはあったのです。向こうもやっぱり私の心持ちが少しは分かったと見え芝居茶屋の2階へ舞台姿のこれ森郷でやってきたのです。 私は青黒い頬のすぼんだ小男の染之助の代わりに美しいこれもり卿とあったのだから先方が神妙に控えているうちはよかったけれどそのこれも森卿が私の前で手をついて何かくどくどと泣いたり口説いたりするのを聞いているとこれもり卿の姿の下からあの馬道であったの 祖父の卑のしい姿がのぞいているような気がして親身に相手になってやる気はどうしても起こらないので私はいいかげんに切り上げて帰ったが先方ではひどく落胆していたようだったがねそれからどうなりました私は話の結末を聞こうと思いました。 それきりでした。日へ行ってからはどうなったかまるきり消息はありませんでした。もっともご維新のどさくさがすぐ起こったのですからね。と祖母は昔を思い出したような階級的な状態に沈んでいったようでありました。私は祖母の恋物語を聞いて ある感銘を受けずにはいられませんでした役者買いとかをする現代の貴婦人といったような階級とは違って祖母が役者の醜い肉体には恋せずしてその舞台上の芸というよりもその芸によって生かされる芝居の人物に恋していたという ロマンチックな人間離れをした恋を面白く思わずにはいられませんでした世の中に生きている醜い男性に愛想を尽かした祖母はいつの間にかこうして夢うつつの世界の中の美しい男に対する恋を知っていたのです私はこうした恋を成し得る 祖母の芸術的な高画な人柄に、今更なような懐かしみを感じて、昔の輝くような美貌を偲ばすに足る、金星の正しい上品な、しかし、生いしなびた顔を、しみじみと見つめていました。